はい、どうも、こんにちは。またお昼を作っていきたいと思うんですけど、今日天気でね、ちょっとね、昨日ね、朝まで生テレビをね、朝まで見ちゃってすげえ眠くて、本当は午前中にね、ワンコのね、爪切りとか行く予定だったんですけど、起きれなかったんで、夕方行ってこようかなと思うんで、お昼をまず作ろうかな、なんて思っております。今日はね、カレーうどん、昨日もカレーだったんですけど、今日、その夜ね、昨日の夕方ね、僕 BS で、ちょいちょい見てる上野食堂っていうので、それで中華風カレーっていうのを作ってたんですよ。見たらやっぱ食べたくなっちゃって。ちょっとそれの作り方をアレンジして、うどんにしてみようかなと思ってるんで、ぜひ見てってください。こんな感じです。今日はカレーうどんを作っていこうかな。またカレーなんですけどね。カレーうどんを作ろうかな。ちょっと、そうね、ちょっと中華風にしようかなと思って。で、たけるくんがね、佐藤たけるくんが、キムチとね、豆腐だけでダイエットの時過ごすって話をしてるので、ちょっとそれをちょっとイメージしてカレーうどんにしようかなと思っております。まずですね、火をつけたら、オリーブオイル。で、そこに入れるのが、豆腐なんだけど、これ、厚揚げですね。厚揚げの豆腐。で、玉ねぎ。で、豚バラを入れます。これを炒めて。なんかね、昨日ね、BS でね、中華風カレーってのをね、やってたんですよ。上野食堂ってよく見てるやつなんですけど、BS 富士なんですけど、それ見てたらやっぱね、ちょっとね、カレーがね、食べたくなっちゃうんですよね。あ、これ作れそうだなと思って。ちょっとそれを真似て、うどんにしてみますよ。豆腐はそれ使ってないんですけど、これはタケル風ということで。で、辛味を足すのはちょっとコチュジャンを入れます。コチュジャンじゃねえ。すいません、豆板醤ね、豆板醤を入れて、ちょっと辛味。水、入れます。出汁なんで、ウェイパーを、これで、出汁にします。出汁って言うんですかね。スープ、中華スープですよね。中華スープ。で、そこに、昆布つゆ。あと、この酸味で、トマトも入れちゃいます。これ煮込んでいきますね。で、コクとして、この豆乳も、豆乳を。少しまろやかにするのに入れたいと思います。で、これでしばらく煮込みます。はい、こんな感じで煮立ってきたので仕上げますね。仕上げはこのカレー粉を入れるってことなんですけど、これをもうほとんど残り少ないので全部入れちゃってもいいですね。こんな感じ でこれね、結構ね、 SB のね、これ高いんですよ。その分美味しいんですけど、混ぜます。で、そしたら最後にこの水溶き片栗粉ですね、これをどーっと回しかけてとろみをつけます。これでカレーうどんの、スープの部分の完成なので、これをうどんに盛り付けていきます。はい、どうも、こんにちは。これはですね、ボスコイ玉森ユータの沼に余韻から抜け出せない第3話の2択。迷子の恋のトレンド入りさせた、お前ボス、ボス恋ですね。の第3話で、恋抜け玉森ユータの、俺のこと好き？じゃあ嫌い？いきなりキュンキュンドラマすぎ、キュンキュンドギマギすぎ、2択から、第3話は、様々な2択がと。それが物語のポイントだったってことですかね。なるほどね。あれ、ボス恋ですけど、あれですね、次回か。あの人が出るんですよね。高岡早紀さんが出るんですよね。この人、高岡早紀さんのゲストってことか。まあね、美しい人ですよね。和服でいるのでどうなんだ。美しい着物姿披露と、蓬莱玲子七尾の過去を知る人物ってことなんですかね。両方初共演なんですね。高岡早紀さん、モネちゃんも七尾さんも。モネ、上白石さんには役もぴったりやってピュアで素直な可愛らしい方という印象です。七尾さんも役にぴったり、見た目のインパクトを存分に発揮して、存在感もすごいと思いました。お話ししてみるとまた全然違う気さくな感じもあって、可愛らしい部分もある方だと思いました。って言ってますね。
同時に、これは月曜ですか、あさって、カウントダウンライブ、カウントダウンライブライブに、ナミと淳之介が登場だそうです。上白石萌音が2月1日の放送をカウントダウンライブライブに緊急生出演だそうです。まあ、キスマイが出るんですね。このスペシャル企画に参加するキスマイフット2の熱いライブにメンバーの玉森裕太が出演中の火曜ドラマ、オーマイボス恋は別冊での主演、上白石萌音が生出演することが急遽決定した。生出演ってのも珍しいですね。キスマイフット2はドラマ主題歌、ラブ・ビアスをフルサイズでテレビ初披露。上白石は応援として駆けつけ、このライブに花を添える。恋抜けイケメン御曹司カメラマンの淳之介を演じる玉森のドラマとは違う熱いパフォーマンスを役柄さながらに上白石のキュートなライブ応援をお見逃しなく。あれですよね。まあ、全然キス前の時の玉森くんとドラマでは全然違いますからね。うん。キス前はね、もう本当にクールでかっこいい感じに。やってますからね。ちょっとそれは、モネちゃんがね、何、こう、生出演するんであればちょっと見物な感じですね。ではでは。じゃあ麺を。いきます。たまにはこういうのいいですね。昔風味のうどんの硬さです。うまい。